皆さんのお宅の薬箱って何を入れてありますか？私、引っ越してきてからまずね、薬箱は用意しないとと思っていて、ここにね、乱雑にいろいろ入れてあるんですけど、スリーコインさんで、こんな可愛いか、箱を見つけたので、これを薬箱にしようと思って買ってきました。こんな風に、あ、そうそう、最初にこれを、私が大好きな、私が大好きなものを注文したんですよね。こちらです。タイのヤードムです。色がカラフルでまとめて買いました。もう数年前からね、私これ愛用者なんですけど、すっごい好きなんです。毎日ね、カバンのこういったポーチに入れています。こんな感じで、何も液体も何もないんですけど、鼻のところへ持っていて嗅ぐと、スーッと清涼のね、すごいスーッとした香りが出るので、鼻づまりや、私は特にこれは眠気覚ましに使ってます。私の運転で長距離でね、いろいろお出かけすること多かったこの夏も、これでもう眠くなったら、ドライブしながら眠くなったらこれでスーッとするって感じですね。私今回いろんな色をね、試しに買ってみました。一つ一つ試してね、香りを楽しみたいと思います。で、まずは、まずこの箱に入れなくてはいけないのは、これ体温計ですね。絶対必須ですよね。もうこれ10年以上使ってます。こういうタイプの、韓国で買ったものですね。この体温計をもう10年以上使っています。これはただのミーシャ、昔10年以上前にミーシャのね、化粧品買った時にもらった袋です。水色ででも可愛いですよね。もう10年以上使ってるけどボロボロにならないし、おまけにしてはいいものですよね。じゃあ体温計入れました。あとは綿棒です。綿棒ってまあそんなに使わないですけど、でもないと困りますよね、何かと。あとは爪切り。日本の爪切りは最高です。外国の人はよくお土産に買ってきますよね。よく切れます。あとはマキロン。これ子供さんがいるご家庭は必ずあるんじゃないですか。日本の水道はね、傷口そのまま洗っても殺菌効果もあるって言われてますけど、どうなんでしょう。私は一応マキロンもね、消毒には使っています。この手のひらサイズが持ち運びもいいですよね。あとこちら夏定番の無比ですね。今回は、これベトナム行った時にも買った、ちょっとね、手強い虫とか用のちょっとしっかりした無比も買って、このままね、今年の夏はいろいろクラゲ、海でクラゲに刺された時も使ったし、これは去年、来年とかに持ち越してもいいんですよね。2027年って書いてあるし。まだでもこれは今年まだもうちょっと使えそうです。秋の間にね、虫がいそうなので。あとはバンドエイド系です。こちらの絆創膏っていうのかな。絆創膏は大きいサイズから小さいサイズまで揃えてあります。あとはこの辺は子どもの薬ばっかりです。下痢止めとか、酔い止め、発熱とかですね。子どもたちこれね、結局飲んだことはないんですけど、でも海外旅行行った時にこれね、常にこういうの持ってくんですよ。それで残ったものが家に置いてあるっていう感じです。家ではね、もう日本は結構身近に病院も行けるし、あとドラッグストアが近くにね、いっぱいあるので、いつでも買えるから、あまり常備しておく必要ないかもしれないですけど、こういう感じで子供の薬です。私もね、子供の薬を実は飲んでいます。飲んでいますっていうか、飲んでもいいかなと思っています。私ね、体が丈夫なので、胃腸薬とかも飲まないし、まあ、とにかく私、薬っていうものを常備してないんですよ、自分の薬。でも唯一ね、自分の薬で、用意しているのが頭痛薬です。バファリンとか、そっち系の。韓国でずっとタイレノールを使ってたのでね、なんかバファリンとか日本のものが結構逆に今回効きますね。でも日本に来てから頭痛薬を飲むことがほとんどなくなりました。やっぱりね、日本の生活が体に合ってるんだと思います。あとこれ、セイロガン。これは最近のこういう白いタイプになってるので、あんまり臭くないですし、これね、ベトナム行った時私料理でちょっとお腹痛い時があって、これ飲みました。あと子供もね、ちょっと飲んだと思います。これね、子供さんでもいけるタイプです。こういうのはちょっともうこういうふうに入れてあります。
あとはこれ、これは韓国から持ってきました。ご存知ですか？これね、鼻詰まりにいいんですよ。この部分を鼻のね、穴に刺して、ここが赤くなって、ちょっと殺菌効果があるらしいので、子供たちね、風邪とかひいて鼻詰まりした時は、これでお世話になっています。結構やるとやらないでは違うみたいですよ。私はやったことないですけどね。韓国の子供たちは結構これは家で使ってる人多いんじゃないかな。あと最後はこちら、オロナインです。オロナインって皆さんご存知ですか？生まれのね、私世代の人たちはもうオロナイン知ってる人ばかりだと思うんですけど、なんとなく何を使えばいいかわからないっていう時、オロナインやると地味にね、ちょっと効果出たりしますよね。すごく効くっていうわけじゃないですけど、ね、以前、私、韓国にもオロナイン持ってってたんですけど、子供たちがね、冬寒くて霜焼けになった時があって、その時ね、オロナイン塗ったらすごい一発で効きました。まあ、病院行くまでもないし、とりあえずなんか塗っとけっていう時に結構役立ちますよね。で、まだこれ開いてないので、使う機会がなかったので使ってないんですけど、一応この小さいサイズね、ミニサイズで常備しています。あとね、貼り薬とか塗りぐ、湿布とか、そういうのは、私全然使わないので、肩こりとかもないし、あまり使わないので、常備はしていません。日本は薬局がもう近くにあるから、何かあった時は買いに行けばいいですもんね。これぐらいの薬箱でした。皆さんの薬箱はどんな感じでしょう？よかったらコメントで教えてください。こんなもの入れとくと便利だよとかあったら教えてください。あと私ね、あ、そうだ。ピンセットがいるなと思いました。この前ね、指になんか物が刺さってピンセットがなかったので、子供たちのプラモデルのピンセット借りたぐらいで、ここにもピンセットだけね買って入れておこうと思います。